今回は死に瀕した人があの世を垣間見る体験である臨死体験の語り得なさについての動画です。私はこれまでの動画で臨死体験者が目にしたという場面やいろいろな臨死体験の事例についてお話ししてきました。しかし臨死体験者の多くが自身の臨死体験を言葉では表現できないことだと述べており、臨死体験についての言語的な説明は絶対的で完全なものではないということを忘れてはならないと思っています。レイモンド・ムーディ垣間見た死後の世界には、臨死体験者の多くが話そうと思っていることを適切に表現するための言葉がまるで見つからないと述べていたり、この体験を説明するためにはどんな表現方法も全然役に立たないなどと述べていたりすると記されています。ムーディは、私たちが互いに言葉を理解できるのは、私たちが暮らしている社会の中に共通の体験が存在するからで、一般社会における体験を超えた死後の世界に踏み込んだ人の体験を説明するときに随分苦労するのではないかと予想しています。実際、私たちが生きている現実は三次元世界であるのに対し、臨死体験で垣間見た世界は別の次元の世界であったため、三次元の世界の言葉で体験を完全に伝えることは全く困難であるといったことが述べられています。マイケル・セーボム、あの世からの帰還の中でも、臨死体験は筆舌に尽くしがたいということが述べられています。マイケル・セーボムらはテープに録音された臨死体験者のインタビューを聞き直して、言葉で表現できないことを何とか表現しようと患者たちが苦心していることが手に取るように分かったと述べています。また自身の臨死体験を夢などの心的経験になぞらえて説明しようとしながら、最後にはこういう比喩は全く当たっていないと否定する患者も少なくなかったことや、臨死体験時のような感じは日常生活ではまずないという表現が普通だったとも言われています。また臨死体験と三次元の像を記録したホログラムの類似点を指摘し、臨死体験を時間空間が崩壊し万物がただ共存する周波数の領域を象徴するものとして捉えるケネス・リングは、今はの際に見る死の世界の中で臨死体験のホログラフィックな現実は身体及び五感の働きに束縛されている限り知的な概念構造でしかありえないが、身体から解放されるとき人はそれを直接体験することができると述べています。実際私たちにとって時間と空間は根本的なものであり、それらが存在しない領域とはどのようなものであるのか想像することは困難であり、直接体験していない人に言語的に説明することは不可能であると言えるのではないでしょうか。このようなことから、動画を通して臨死体験を説明しようとすることも、ある意味パラドキシカルな営みであると言えるかもしれません。しかし、死んだら無であり、すべては終わりであるという素朴な死生観を否定する可能性を示唆するという点には、わずかながら意味があるようにも思っています。いずれにしても、言語的説明であったり、ケネス・リングが知的な概念構造と言っていたりするものを超えて、臨死体験、さらに死後がどのようなものであるのかは、私たち自身が死によって身体から解放されるとき、答え合わせが来るのではないでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。